赤い煙突。私の赤い煙突。なぜ煙を吐かないのかしら。お父様とお母様の煙突からはあんなにたくさん煙が出ているのに。彼女は七つの秋、返答1000円を患って2階の窓のそばに寝かされたとき、初めてその不思議を発見した。 秋晴れの青空の中に、隣の西洋館の屋根の煙出しが、並んで三本あった。両側の二本は黒く、真ん中のは赤い色をしていた。そして、その赤い色の一本はずっと小さくて、どこか赤い靴下を履いた子供のすねのような形であった。彼女にはまるでその様子が、 父親と母親との間に挟まった自分であるかのように見えた。けれどもおかしいことにも、彼女は毎日毎日寝床の中からほとんどそれらの煙突ばかりを見ていたのだが、赤い色のはついぞ一度も煙を吐かなかった。彼女は感動しやすい子供だったので、 その小さな煙突をひどくかわいそうに思って、しまいには涙を浮かべて眺めた。あたしの赤い煙突はきっと病気なんだわ。と彼女は思った。しかし、まもなく彼女の病気は治ったが、彼女の赤い煙突はやはり煙を吐かなかった。彼女は生まれつきひ弱かったので、 その後も幾度となく病気をした。そして二階の窓のそばへ寝かされた。その度に彼女は気をとどめて隣の三本煙突を見た。赤い小さい煙突は決して煙を吐いていなかった。かわいそうな、あたしの煙突。 彼女は白いレースの飾りのしてある枕に涙をたぎ出しながら赤い煙突と彼女自身の身の上をあわれんだ。彼女は子供心にもこんなに体が弱くては到底父親や母親のように大きくなることはできないだろうと思っていた。彼女は十六になった。 痩せて青白い方にほのかな赤みがさして彼女は美しい脆弱な花のような少女であった今彼女は寝床から起き上がって窓敷居に寄りかかっていた彼女は風邪をひいて寝ていたのだがもうほとんどよかった夏が近く日暮れに間もない空が ラライラック色とバラ色とのだんだらに染まって見えた。隣の屋敷の周囲には背の低い立木が隙間もなく若葉を茂らせてその上から屋根がほんのわずかと3本の煙突とが覗かれた。煙突はもうだいぶん古くなってすすけていた。しかしこの頃の季節に朝や夕方煙を出すのは やはり両側の二本だけであった。彼女はその年になっても、なお真ん中の小さい煙突を哀れに思うことをやめなかった。あたしの赤い煙突、なぜ煙を吐かないのお父様とお母様との煙突はあんなにどっさり煙を吐いているのに。かわいそうなあたしの赤い煙突。 もっとも,もはや赤い煙突ではなかった赤かった色は醜い代謝色に変わっていたその時ふと隣の屋敷の中から歌声が聞こえてきた妙に清らのああ我が子よつくづく見ればそぞろあわれ頭やなでて花の実のどうやら 若い男の声であった。彼女は今まで一度だって隣の屋敷でそんな歌声のしたのを聞いたことがなかったので窓枠の外に顔を差し伸べて耳をそば立てた首の両側へきれいに編んで垂れた真っ黒な振り分け紙の先に結んである水色のリボンが夕方の風に静かに揺らいだ いつまでも核は清らなれと、いつまでも核は妙にあれと。歌の声がだんだん近くなって、やがて彼女の窓と真正面に向き合ったところにある紅柄色に塗った裏木戸が開くと、全く見知らない一人の背の高い青年が出てきた。ところが青年は、 思いがけない彼女の顔に出会うと顔を赤くした。そして慌てて表通りの方へ出て行った。その素振りにはまるでひどく気を悪くでもしたようなところが見えた。だが次の日の夕方になって彼女はその青年と言葉を交わした。昨日と同じくらいの時刻に同じメロディーを 今度は口笛で吹きながら、紅柄色の裏木戸から出てきた。そしてやはり赤い煙突に眺め入っていた彼女と顔を合わせると、またちょっとばかり赤くなりはしたが、極めておずおずと呼びかけた。こんにちは、お嬢さん。お病気はよろしいんですかええ。彼女はなぜ青年が、 自分のことを知っているのか不思議に思った。お嬢さんはいつでもそこの部屋にいるんですかええ。彼女を見上げている青年の目が決して少しも彼女を見つめようとはしないのを不思議に思った。何を見ていらっしゃったのあなたの家の赤い煙突。 僕の家の赤い煙突ですって青年は変な顔をして自分の出てきた屋敷の屋根を振りあおいでみた。けれども青年のいるところからは煙突は見えなかった。でもちっとも煙が出ないんですもの。赤い煙突はなぜ煙を吐かないのでしょう。さあ、なぜでしょうかね 青年は曖昧なふうに笑った。そして青年は彼女の振り分け紙の先で夕風に大きな花びらのように揺らいでいる二つの水色をしたリボンをあたかも本当の花を見るようなまなざしを持って見入った。それから間もなく彼女はその青年と十年も前から知り合いであったのと。 ちっとも変わらないくらい親しくなった。青年は彼女の体のために運動が必要だと言ってはお天気のいい日ならば必ず彼女を散歩に誘った。彼女の両親もそれを気にかけはしなかった。むしろほとんど満足な遊び友達も得られないほど病弱な一人娘をそんなにも可愛がってくれるのを喜んだ。 何、安心だよ。何しろまだ、ほんの年齢なんだからな。と、彼女の父親は、母親にそう言った。病心な彼女は、全く体も心も、確かに二、三年は幼かった。彼女は、青年の手につかまりながら、往来を歩いた。彼らは散歩というと、大抵町外れの、 月見草がいっぱい生えている丘へ行った。月見が丘、と町の人は呼んでいた。秋になって月を見るのにもいい丘であったから。その丘からは、港の瑠璃色の海や船着き場の黄色い旗や、また彼女の家や青年の屋敷もことごとく手に取るように一望の中に収められた。 青年は何よりも歌を歌うことが得意だったと見えて、丘の霧岸に立つといつでも歌った。彼女はおとなしく歌を聴きながら、街の方をじっと眺めていた。そしてもしも青年の歌が悲しいメロディーを持っている時なぞには、たちまち彼女の大きな目に涙が溢れてきた。 青年はそれに気がつくとびっくりして歌を止めて尋ねた。どうしたの家へ帰りたくなったのい,いえ。でもなぜあなたのお家の赤い煙突からは煙が出ないのでしょうね。どうしてそんなことばかり言ってるの変なお嬢さんだな。あの赤いのはそれでもなんだか 私みたいな気がしてかわいそうなんですもの。ねえ、そう見えるでしょう。両側の大きいのはお父様とお母様よ。青年は自分の屋敷の屋根をはるかに眺めて遠惑した。冬が来て、毎日のように雪が降り続いた。彼女は今度は肺炎にかかった。 今度こそ助からないだろうと人々は思った。隣の屋敷の青年は昼も夜も彼女の枕辺から離れなかった。彼女の両親はようやく青年を不思議な人間だと思った。彼女は熱に浮かされている間中、カサカサに乾いた唇をあえがして上とを言った。 私の赤い煙突。私の赤い煙突。きっと病気なのだわ。かわいそうな私の赤い煙突。青年は窓の外を見た。夜が吹けて雪が降りしきっていた。向こう側の真っ白な屋根の隅に三本の煙突の黒い影があった。両側の二本は 高校となりながら薄赤い炎を上げていた。しかし真ん中の哀れな一本は雪に濡れ寒く小さかった。だが幸いなことに彼女は死ななかった。すでに病の峠を越えると熱はずんずん引いていった。彼女は静かに楽々と眠り続けた。 彼女の両親も青年も全く安心してよかった。幾日ぶりかで彼女の目がはっきりと見開かれた時、彼女は枕元にたった一人で座っている青年を見た。おや、目が覚めたんですね。青年は何かしらうろたえるように言った。お父さんやお母さんは あなたを一人ええ。あたし、もういいのかしらそう言いながら彼女は、ふと窓に目をやった。すると彼女は、唐突に笑い出した。病気のために、ひしゃがれたような笑い声だったが、丈夫な時にだって、そんなにも喜ばしげに、晴れ晴れと笑うことはめったにないのだった。そしてその、 なかなかに止まりそうにもない笑いをかろうじて飲み込みながら窓の外を指さしていった。あれを、あれをご覧なさいな。あたしの赤いちっちゃな煙突から煙が出ているじゃありませんか。まあ、一体どうしたっていうことなのかしら。青年は三本の煙突を見た。なるほど、真ん中の小さな 大謝色をした煙突からも、両側のと同じように、盛んに煙が吹き出ていた。なんだ、そうか、そんなことか。そう言って今度は、青年も一緒になって笑った。が、彼女はひょっと青年の目に、涙がいっぱいたまっているのを見たように思った。 それから彼女の赤い煙突は毎日煙を上げ続けた。ミスジの青い煙や黒い煙が雪の中を勢いよく流れていった。夜になると風に懐かしい音を立ててバラ色の炎の先を覗かせた。彼女はそれを二階の窓からぼんやり眺めていた。病気でない日も 毎日眺めていた。ところが彼女の心は喜ばしさではなく、今は反対に薄い悲しみに閉ざされていた。どうして私の赤い煙突は煙を吐いているのかしらと彼女はそれが不当なことであるかのように思った。なぜと言って、 その煙を吐いている赤い煙突のある西洋館の青年は、彼女の病気が治ってしまうと、やがてぴったりと遊びに来るのをやめてしまったのだから。再び夏が回ってきた。彼女の赤い煙突は朝夕煙を吐いた。彼女は二階へ上がって、毎日隣の屋敷を眺めた。 窓式によって窓から首を差し伸べると、紅柄色の裏木戸も見えた。彼女の振り分け紙の先端には、今年も去年と同じ水色をしたリボンが、華奢な花びらのような姿に結ばれていた。しかし、隣の屋敷からは、彼女の待っているような歌の声も聞こえてこなければ、また、 背の高い青年の姿も現れなかった。彼女は一人で月見が丘へ行ってみた。港の海は瑠璃色に輝き、船着き場には新しい黄色い旗が上がっていた。なぜ、あたしの赤い煙突は、あのように元気よく煙を吐くのかしら。そんなはずではないのに、そんなはずではないのに。 彼女はそんな小さな赤い煙突に裏切られた自分をかわいそうに思って泣いた。秋の初めになってとうとう青年から手紙が来た。僕の好きな人。僕はあなたが好きです。けれども、それはいけないことなのだそうです。あなたのお父さんもお母さんも、 そうおっしゃって僕をお叱りになったし、また僕のお父さんもお母さんもそう言って僕を叱りました。僕も明日イギリスの学校へ入るので、ここの家に、そしてあなたの2階の窓にもお別れします。もう一生会えないかもしれません。あなたがいつまでも丈夫でいられるように、神様へお祈りいたします。 さようなら。それから、うちの赤い煙突は、これからのち、また煙が出なくなるかもしれませんけれど、心配してはダメですよ。あんなちっちゃな煙突があなたとどんな関わりがあるでしょう。ねえ、今日からそんなつまらないことは忘れておしまいなさい。きっと忘れてしまわなければなりませんよ。 彼女は四つ折りの白い厚い紙に書いてあるその文句を読んでいるうちに、だんだん胸の中に大きな穴が開いて、そしてその奥からいつものとはまるで違う涙が湧きあふれてくるのを感じた。まもなく青年の言葉通り、赤い煙突は再び煙を吐くことがなくなった。どうしてだか彼女にはま たくわかからなかったけれども彼女は、私の赤いかわいそうな煙突は煙を吐かない。でもやっぱりそれが本当だわ。かわいそうな煙突。そしてかわいそうな、かわいそうな私と満足して涙でぼんやりした目で青年のいなくなった西洋館の屋根を眺めた。 十年の歳月が流れてしまった。彼女の両親はすでに死んでいた。彼女は結婚して西洋館の隣とは違う家に住んでいた。街外れの月見ヶ丘に近いところであった。従ってもはや赤い煙突をかわいそうに思うこともなかった。しかし彼女は決して幸福ではなかった。 彼女の夫は相当腕のいい機械技師で、人間も悪くなかったが、酒を飲むと病弱な妻をひどくいじめた。それに一層悪いことには、彼女は近頃になって毎日のように必要な、彼女の肉体の分解が大して遠くはないことを予知させるような熱に襲われて、ほとんど床を離れることがなかった。 それで夫は家へ帰らない日が多くなった。しまいには一週間にたった一度も帰らないことがあった。そして暮らし向きにも困るようになった。彼女は子供の時からずっとそうしてきたように、二階の窓の近くに床を延べさして寝ていた。けれどもそこの窓から見えるものは西洋館の屋根の 三本煙突ではなかった。青い色の海と月見が丘の霧岸とであった。月見が丘にはちょうど月見草が盛りであった。黄昏がが迫る頃、彼女は窓敷居に寄りかかって首を差し伸べて、淡黄色い花でいっぱいになった丘の方を眺めた。彼女の顔の両側には、もはや、 大きなリボンを結んだ振り分け髪は垂れていなかった。長い病気のためにザラザラに抜けて少なくなった毛が夕風に悲しげにそよいでいた。かわいそうな、かわいそうなあたし。彼女は十六の彼女と少しも変わらない涙をたぎらして子供のように泣いた。 彼女の感動しやすい性質は、年と共に決して薄れていきはしなかった。しかし、とうとうその無限の泉のようにさえ思えた彼女の涙も、枯れる時が来た。ある日、一人の老婆が彼女を訪れた。街で芸者をしていた老婆には、たった一人の娘が、 彼女の夫と一緒にそこの港から姿を消してしまったというのである。極道な娘でございます。お気の毒なお嬢様。と老婆はしょぼしょぼした目を拭いながら彼女にわびた。彼女はお嬢様という言葉を聞いてその老婆をどこかで見たことがあるような気がした。そして、 昔あの三本煙突の西洋館にいた炊事婦であったことを思い出した三本の煙突彼女の胸はにわかに痛み始めた「ねえおばあさんもう先おばあさんのいたお屋敷の屋根の三本煙突の真ん中の一本はいつでも煙を吐かなかったわね煙突でございますって?」 老婆はさすがに彼女の突飛な質問を消しかねたようであった。ええ、そう。でもほら、十年くらい前に、ちょっと一年ばかし煙が出ていたことがあったわね。おばあさんご存じおやまあ、お嬢様こそよく覚えていらっしゃいましたこと。と老婆はようやく思い出していった。 そうそう、そんなこともございました。何でもあの時は、ちょうどご本家の若様が来ていらっしゃった頃でございます。若様は、ある日不意に、あの赤い煙突から煙を出すんだとおっしゃいまして、危ないところをはしごをかけて、すすで真っ黒になりながら、赤い煙突の下へ管を通して、無理やりに煙を出したんでございます。何ね、お嬢様。 あの赤い煙突は、はじめっから壊れて、煙穴が続いていないので、ただまあ、飾り同様のものだったのでございますよ。どうしてまあ、わざわざあんな馬鹿げたものをつけたのでございますか。そこで彼女の心からは、どんな悲しみも消え失せた。飾りも同様だってはじめっから壊れていたのだって もしもあの赤い煙突が私だったとすれば、私は初めっから生まれてくるはずじゃなかったのだわ。彼女は老婆が帰って行って一人になると、古い手箱の中から、久しい間大切にしてしまってあった四つ折りの厚紙に書いてある手紙を取り出して、それを声に出して読んでみた。 僕の好きな人、僕はあなたが好きです。けれども、それはいけないことなのだそうです。あなたのお父さんもお母さんもそうおっしゃって僕をお叱りになったし、また僕のお父さんもお母さんもそう言って僕を叱りました。あの方は、私より八つ年が上だったから、 これを下すった時は25だわ。まあ、なんて可愛らしいお坊ちゃんだったのでしょう。25にもなって、こんな手紙を書いたりして、まるで18くらいにしか思えないわ。それに、すすだらけになりながら、はしごをかけて、煙穴のない煙突へ、管を通しに上がったりなんかして、おかしい人ね。 そうそう、あたしの肺炎が良くなりかけて、初めてあの煙突から煙の出ているのを見つけて笑ったとき、あの人は泣いていたわ。けれども、もうみんな、みんな台無しだわ。でも、もしあの人が、いつまでもあの赤い小さな煙突の下に住んでいてくれたなら、あの煙突はまるで最初から、 飾り物でだぞ、なかったような顔をして、毎日毎日、煙を吐き続けたかもしれなかったのに。それから彼女は、その手紙を、いくつにもいくつにも細かく、引き裂き始めたのであった。